どうもタッカーです。 MLB ダショー18ロードトゥダショーやっていきたいと思います。今回から、オープン戦ですね、2020年のシーズンになります。やっていきたいと思います。もう早速ね、結構ねエース級のピッチャーがなんか出てくるみたいなんでね、はい、やっていきましょう。で、ひとまずそうだ、ですね、こっちかな、ちょっと髪型をね今シーズン変えました。はい、前回まで確かどれだったかな、結構奇抜な、あーこれか、これだったんですよ。ワイルドスイングっていう、まあ、このちょっと後ろの後ろ側のね髪のなんだろうな、形髪型がちょっとこうね、なんていうのかよくわかんないけど、扇形がなんか2つ重なったみたいな感じの髪型だったんですよね。うん、なんですけど今回このラットテイルっていうね感じで、ちょっとなんだろうな、ざっくり言えばソフトモヒカンまではいかないか、まあ2ブロックでちょっと後ろが長いみたいな感じのね髪型にしました。はい、って感じでね、今回このシーズンはちょっといきたいかなと思います。さあでは早速いきますか。まあスターターなんでね、早速出れるかなと思うんだけど、And major leaguers begin the process of readying themselves for the challenges of another long season. さあということで、とりあえず、ああなるほどね、自分でなんか選ばしてくれるみたいですね。どの、まあ、ポイントを、まあ、強化したいやつを選んだ方がいいのかな。なので、まあ、もちろんねミートとかは、うん、あげたいし、全部あげたいんだけど、フィールディングとか結構もう限界値まで来ちゃっているっちゃ来ちゃってるんで、まあミートとかプレートビジョン、もしくはパワーとプレートディシプリンっていうやつとか、あのベース系もね、あの盗塁とか走塁もあんまりもう結構限界値来てるんで、あとまあバントいらないからな、まあパワーかミートですかね。どうしようかな。ただプレートビジョンもちょっと上がりにくいのでこっちに行きますか。さあこれで、あ、一旦止まっちゃうのね、行きましょう。さあ何番だ、あ、5番ですね、5番サード行きましょう。アフタヌーンベースボール here on the show today it's Grapefruit League actionなんか音楽若干変わりましたか？なんか一緒の気もしたけど、なんか若干違う気もしたんだけどね。さあということで、5番ですね。お、守備からか。いいかな、見なくて。うん、これはファーストにランナーいるからゲッツーですね。よっ、 OK、 よしよしよし、いいですね。うん、さあ、ストリングトレーニングでは初打席になりますね。ピッチャーがねシンダーガード投手なので、結構ね、うん、まあ、ヒット1本を打ちたいけど、相変わらずやっぱり能力はめちゃめちゃ優れてますからね。ストレートシンカースライダーかな、メインに投げてくるのは。と思ったらチェンジアップかい。おお、100マイル。球速えな、やっぱり。Yeah, Maddie, we got a good one behind the dish today in Ed Drummond. Well liked by all people, pitchers, batters, managers. All you want as a player is the ability to talk to someone.
And that's what Ed does. He gives you that chance. D-Row, you hit the nail right on the head. He has a real long fuse. He's not afraid to let a hitter or a pitcher, I'm not saying complain about a particular pitch, but... さあどうよ。今ストレートだったと思うけど、入れ。ああ、惜しい。これただサードいけんじゃね？行こう。いけるいける。よっしゃー、オッケー、ナイス。いいんじゃないですか、幸先。オープン戦だけどね。惜しかったな、もうちょっと伸びればな、フェンス越えだったな。でもよく走りましたね、タッカーもね。うん。さあ頼むぞ、ここもう1点は追加したいね。バッターは追い込まれてるけど、どうだ。お、これはいいんじゃないか、犠牲フライになる。 OK、 これは余裕ですね。 OK、 誰見とんねんっていう。いやーっていうか、スリーベースなんて本当にかなり久々だったな。最後打ったのストレートでしたね。多分去年のシーズンとか、それこそトリプル A でも打ってないかもしれないな。もうダブル A の時ぐらいぶり。あのコースのスライダーずるいよな。高め、インコース高めはな、なかなか手出しにくい。あー、ちょっと上げすぎか。くっそー。いやー、残念。これはファーストで OK ですね。ツーアウトなんで。うわ、やられ、くそ、マジか。 OK、 よし、いいですね。ナイスリアクションでしたね、今ね。ピッチャー変わったか、リトルフィールド。なるほどね、カート・リトルフィールド、すごい名前ですね。どうかな、一応ちょっとフルイニングで出れるかもわかんないんで、ちょっとショータイム使っときますかね。ちなみに球種がフォーシーム、チェンジアップ、スライダー、スプリット、ツーシーム、結構あんだよな。まあ、フォーシーム、チェンジアップが多そうだけど。よし、これチェンジアップっぽいぞ。いいとこ飛んでるけど、どうだ。よし、抜けるか。 OK、 これはサードきついね。 OK、 多分チェンジアップだったんじゃないかなと思います。うん、Stepping in and ready for another shot, Ozzy Albies. No hits to this point. お、ナイスバッティング。これ帰ってきてもいいんじゃない？ちょうどもたついてるしね。オッケーオッケー。よし。オッケーオッケー。いや、この選手もいいんですよね。アルビーズっていうのかな？このオジー・アルビーズっていう選手かな、多分。結構打つんだよね。あー、やっぱりそっか、やっぱりオープン戦だからフリーミングではなかったですね。 OK、 まあショータイム使っといてよかったわ。さあ、あー、そっか、これ1回ずつなんだよね。さあ次のね、ヒューストン戦も先発出場となります。今回は1個打順下がって6番ですね。はい、行きましょう。MLB The Show's coverage of Major League Baseball is on the air. Today, a spring training matchup between the Atlanta Braves and the Houston Astros.
ちょっとなんかオープン戦は雰囲気が若干違いますね、レギュラーシーズンと比べて。久々のオープン戦なんかちょっと慣れてなかった。お、これはもうでもショータイム使っていいんじゃないか、満塁だし。フランシス・マルテスっていう選手かな。フォーシーム、カーブ、チェンジアップ、シンカーか。球もそこそこ速いですね。95マイルか。OK。で、縦カーブとチェンジアップ、あ、でもストレートも結構じゃ絞りづらいな。いや、これはさ、いや、見送ろう。やっぱストレートか。よし、あ、これは、おー、チェンジアップ。いや、一瞬ちょっと分かんないな。まあ、でも今のは結構ギリギリのボールでしたからね。よし、ワンツー、これはバッティングカウント。よし、これストレートだろ。あー、どうだ、抜けろ。あー、くそー、抜けねえか。うー、やってしまった。チャンスで打てなかったか。お、スプリンガー。ランナー二塁三塁か。どうよこれ、取れるかなっていうね。ナイス。オッケー。いや、今いいキャッチだったんじゃないですか。ナイス。いやー、だいぶ守備ね、上がってきたからね。あれ取れるようになったの嬉しいな。え急にショートに変わった。あ、違うか。あ、シフトか。びっくりした、ショートらへんにいるから途中で変わったんかいと思ったけど。さあ行きましょう。最後はストレートか。そうか、残念だな。ストレート仕留められなかったのは残念。ちょっとタイミング早いのか。ピッチャー、あ、変わってましたね。マクラーズかな、マクラーズジュニア選手ですね。OK。ナックルカーブ、そっか、さっき投げたのがそれかな。さあどうよ、伸び方はいい感じだけど、どう。よーし、ナイス。オープン戦初ホームランですね。 OKOK。 あれ、監督変わった。あれ。なんか去年となんか監督の見た目変わってんだけど。いいですね。今何だったんだろうな。でもストレートじゃなかったっぽいかな。あ、カーブでしたね多分。今赤のやつカットボールになってますけど、多分ナックルカーブだったかな。さあまたピッチャー変わってて、コリン・マクヒューかな。ストレート89マイルか。あー、でもそんなもんか。平均球速があれぐらいですもんね多分ね。ストレートとナックルカーブか。
stands 6'2 and throws from the right side. He was taken in the 18th round during the 2008 draft. でもまあストライクゾーンか。今のはちょっと遅かったな。うわ、ちょっとずれたな。カーブをね当てることはできたんですけどね。あー、代打か。いや、絶対監督変わった気がするんだよな。まあな、だってねえ、リーグの地区で5チーム中4位でしたからね、昨シーズン。しかもめちゃめちゃね、ゲーム差も離れてたし、まあ変わっても不思議ではないですよね。さあ、ではワシントンナショナルズとの、ね、対戦いきましょう。今回は5番ですね。Afternoon baseball here on the show. Today it's Grapefruit League action between the Atlanta Braves and the Washington Nationals. よし、行きましょう。シャーザーですからね、相手。ていうか、ま、あれだな、写真のあの、ワシントンナショナルズのあの、ロゴかっこいいっすね。なんか、青と赤の、なんだろう、アメリカのなんか国旗をイメージしてるのかな。いや、かっこいいっすね。さあ、そうだ、ブレイクがね、高いから、変化球のキレがいいんだよな。で、94マイルの、フォーシームと、スライダーチェンジアップカーブ。よし。一応、ランナーが、まあ、ツーアウトだけど、二塁にいるんで、ここは頑張って打ちたいけど。Really starting to pour now, and the forecast is not showing any signs of a break in the weather. You know, one of the big issues is player safety, and right now this field is getting sloppy wet, Matt. And I don't know how much more rain this field will take. でもやっぱりなんかこっちの方が、あのあれ、バッティングのね、あのバッティングビューっていうこの打者目線、こっちの方がなんかね、見やすい気がする。あー、どうだ。あー、くそー。ちょっとバットの先だったかな。そうですね、ちょっとボール球だったもんな。さ、ピッチャーは多分変わってないよな。うん、ですね。うん、よし、これもいいぞ、伸び。よっしゃいいね。今回この動画でホームラン2本目。しかもマックス・シャーザーからまた昨シーズン以来のホームランでしたね。OK, OK。多分スライダーだったのかな。よし、あ、ピッチャー変わったから分かんないな。フェドかな。さあ、ここは5回、ショータイム使っとこうか。フォーシーム、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、結構まあ定番な感じですね。おお、入ってくる。おら、よし、いいとこ飛んでるけど、どうだ。惜しい。そう、確かに惜しかった。今もう少しでホームランだった。Well, when you're hitting the ball as well as he is, every time you swing the bat, you're thinking the ball's leaving the ballpark. He had a home run last time, and he almost had another one here. Nothing wrong with it. そうですね。今、解説の人も言ってましたけど、もうちょっとでね、一個前の打席でホームラン打ってて、またこれももうちょっとでホームランだったみたいなこと言ってましたね。このオジー・アルビーっていう選手が結構ね、繋いでくれてますからね、ここ最近。さあ、頑張れ。どうよ。あー、惜しいな。あー、ショートライナーか。
いやでも今年のブレーブスはなかなかいいんじゃないですかね。ピッチャーはちょっとなんともまだ分かんないけど、バッター陣結構いいんじゃないか。これは2人とも走れるもんね。 OK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 。 いやーナイス、スワンソンもナイス犠牲フライ。ビクター・カラティーニっていう、この選手は、あ、リアルな実在の選手で、どっかから移籍してきてんのかな、なんかそんな気がする。前いなかったような気がするんだよね、この選手。おー、いいね、ナイバッチ。いや今年ブレーブスいいぞ。なんかとりあえずこのオープン戦今3戦やってますけど、いい感じいい感じ。さ、ここは一二塁でノーアウトなんで、まあゲッツーですね。うん、オーケー、いいねいいね、ゲッツーがスムーズでしたね。いやー、いいホームランだったな。これもチャンスですね、ピッチャーフランシスコ、93マイルのストレートとチェンジアップカーブスライダーね。 OK、 よし、ここは打ちたいね。うわー、カーブか。うっそ、走れ走れ。おー、ラッキーラッキー。結果的にラッキー振り逃げっていう。よっしゃ、せっかくランナーに出たんで、もうここはチートで走らせるか。ここ、いや、いけるでしょ、これはいけるでしょ。いけなかった相変わらず足遅いな、やっぱりな。うわー、危ねえ。結構後半ちょっと追い詰められてきたけど、また9回に2点取って、最後そっか、まあ、逆転して9回抑えて勝ったって感じか。なるほどね。いやでもいいんじゃないですか、ブレーブス。結構ね、昨シーズンとかも逆転されてそのままズルズルと終わるみたいなね感じでしたからね。はい、ということで、とりあえずね、初戦から3戦やってみましたけど、いやー、いい感じでタッカーもねヒット打ててますし、チームもね今のところこうスタートはいい感じで切ってますね。まあ、オープン戦なんでねあれなんですけど、まあ、この調子でちょっとねシーズン迎えてほしいなって感じですね。今回はでもなんか選手の層はもうちょっと厚いかなっていう感じがちょっとしましたね。もう本当昨シーズンとかは自分が出てもこう後続が全く続かないみたいなパターンって本当に結構あったんで、うん、ちょっと今回は期待できるかもって思いましたね。はい、まあ、そんな感じでちょっとねオープン戦まあ1ヶ月ぐらいかなあるんですけど、まあ、オープン戦って本当にもうただ
こんな感じでね、試合出て、まあ、ヒット重ねたりとかして、まあ、特になんだろうな、イベントとかは起こんないかなと思うんで、まあ、裏でこう進めてってもいいかなって思ってます。なので次回はもう思い切ってもうシーズン始まるところから行こうかなと、思いますね。ということで、この動画一旦ね、区切りにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。